ちょっとひどすぎないか。と大谷翔平が謎のストライク判定に示した納得できない表情に、米国のメディアとファンも同感しています。大谷翔平はさすがの表情で、納得できない様子を示しました。現地の日曜日、ロサンゼルスエンジェルスはクリーブランドガーディアンズとの試合を敵地で行いました。マイク・トラウトがベンチスタートを受けたため、この日の大谷は2番 DH で先発しました。9回表で3点差を追いかける場面でタイムリーヒットを放ちましたが、 チームは3対4で敗戦しました。大谷は4打数1安打1打点2三振1盗塁という成績でゲームを終えました。その試合での第2打席でした。4回表、一死でランナーなしの状況で相手の先発ウ腕ンタナービビット対戦し、カウントが2、2になりました。この時、低めのチェンジアップを見送りましたが、審判は無情にもストライクと判定し、三振になりました。大谷は抗議のジェスチャーをしたものの、すぐに諦め、 信じられないとばかりに無然とした表情を浮かべてダグアウトに戻りました。明白にストライクゾーンを外れていた1球に対し、米メディアの t h、l、e a t h l e t i ーは公式ツイッターで正しい判定なのかと疑問を呈し大谷翔平が3ストライクの判定に不満そうな表情をしていると動画を添えて伝えました。さらに、ピッチング忍者として知られる投球アナリストのロブ・フリードマン氏は、大谷がアーロン・ジャッジと同じようなストライクを食らったと述べました。 昨シーズン、ジャッジが判定に納得せず主審と論議した場面を思い起こさせると表現しました。また、米野球サイトの CODIFYBASEBALL もこの状況を取り上げ、大谷翔平がジェダイのマインドトリックに失敗したとユーモラスに報じました。で、スターウォーズに登場するジェダイ選手は、相手をマインドコントロールする力であるフォースを使うことができますが、大谷が審判に対してそれを試みたが失敗したというオチです。 ネット上では、エンジェルスのファンからも多くの失望の声が上がりました。完全に外れていた。ちょっとひどすぎるでしょ。馬鹿げたジャッジだ。昌平が怒るのも当然だよ。まさか、審判がエイドリアン・ジョンソンだったなんて、しょうがない。審判も朝が早くて眠かったんだろうね。ジャバにホースは通用しないんだ、といった感じでした。連敗を喫したエンジェルスは気を取り直し、現地の月曜日からボルチモアに移動してオリオールズとの4連戦に臨みます。 ボールだったのに MLB ではよくあることで自分たちのチームにも助かる場合もあるから何とも言えないなと思っていますただずるずるとこのような状況が続くのは良くないと感じますやはり選手たちのためにもきちんと判定できるシステムを導入してほしいですね最近の MLB では球審のマス判定に関する話題が多くなっていますね特に大谷選手をはじめとする鋭く変化する投手の増加やキャッチャーがミットを過度に動かす傾向がありますね 全てが技術の問題だとは思いますが、審判が選手の技術に追いついていないのかもしれません。野球では審判が絶対的な権限を持っており、選手が納得できない態度をとるとすぐに退場ということも多いため、見直しが必要ですね。まずは審判自身が自らの技術を再学習する必要があると思いますね。大谷翔平の同僚もポカンとした表情、意外なタッチアウトにスタジアムと視聴者が困惑、今のはアウトなのあれでアウトなの 9回表に大谷翔平投手がタイムリーを放つなど、エンゼルスは意地の反撃を見せながらも連敗を喫しました。しかし、5回表には驚きのチンプレイが生まれ、選手本人やスタンドの観客、視聴者を困惑させました。0、1と1点ビハインドの状況で迎えた5回表、エンゼルスは先頭のウォードガイア氏がチーム初ヒットを放ち、無視1、1塁となりました。そして、打席に立ったドゥルーリー内野手が強烈な打球を放ちましたが、 ガーディアンズのショート、ロサリオ内野手が見事なバックハンドで補給し、二塁に送球しました。セカンドのヒメネスから一塁に送球されるはずのボールがそれ、一塁側に転がってしまいました。この状況で一塁を駆け抜けたドゥルーリーは、余裕を持ってベースに戻ろうとしましたが、カバーに入っていたガーディアンズのキャッチャー、ズニーノが駆け寄ってタッチしました。審判がアウトのジェスチャーを示すと、ドゥルーリーは何が起こったのかわからないような表情を浮かべ、その場に立ち尽くしてしまいました。 このプレーにはスタンドの観客や視聴者も困惑し、SNS では、あれでアウトなの今のはダメなのなどの声が相次いでいました。早急が逸れた直後、ルーリーは一瞬だけ二塁を狙う動きを見せました。そのため、審判は、新塁の意思があると判断し、結果的にタッチアウトとなってしまいました。メジャーリーグや日本のプロ野球でも稀に見られる珍しいプレーですが、相手のミスが生じながらもアウトになるという点で、 ルルーリーがルールを理解していなかったのがダメだったといった声や一塁コーチが指示しないといけないといった意見も SNS 上で見かけられました結果的にわずかな差での敗戦となりましたので貴重なアウトを献上してしまったこのプレイが残念でなりませんでした結果的に1点差で負けてこのプレイが注目を浴びましたが私は全体的にベンチワークの不備が問題ではないかと考えましたプレーオフでの彼らの勇姿をぜひ見たいので何とか立て直して頑張ってほしいです エンゼルスは全体的に怠慢なプレーをしており、野球の荒が目立ちます。ブルペンの課題もあるかもしれませんが、もう少し野球の知識を高めることで強くなるはずです。ただ、それは個々の選手よりも組織やベンチワークの問題だと思います。オリオールズとは4連戦でしたね。しかし、メジャーリーグの審判のレベルは明らかに低すぎます。以前テレビで聞いた話では、試合後に必ず審判員同士で答え合わせが行われるそうです。 球審はストライクボールの判定を含む全ての判定を審査されると言われています。一定数の誤審が続くと審判は一時的に外され、再教育を受けた後に現場に戻されるとのことです。また、審判には正審判員とパートタイム審判員が存在し、デビュー後一定の試合数を減るまで正審判員には昇進できないそうです。当然、給与面でも差があるそうですが、それでも日本の審判員よりも基準は緩いと言われています。誤審が減らないため、 早く精度の高いロボット審判を導入することが決定されており、マイナーリーグと独立リーグで試験導入されているものの、まだ改善の余地があるとのことです。大谷投手の誤身を含め、早く信頼性の高いロボット審判を導入してほしいです。メジャーリーグの審判の誤身はあまりにも多すぎます。マウンドに立つ投手やバッターボックスに立つ打者たちも、球審の判定に対して不満を持っているように思えます。球審ごとにかなりの判定の違いがあり、 コミッショナーが統一性を定めていないのではないかと疑わざるを得ません。ストライクやボールの判定に対する抗議が許されていないことで、球審の見極め能力の向上が阻害されています。AI 技術の進歩を考えると、球審の判断と AI の判定を一致させるシステムにすることができるのではないかと思います。当主の場合、19の誤審によって調子が狂うこともありますので、誤審の問題は非常に重要なものと捉えなければなりません。いや、当たってませんよ。 と、大谷翔平の飛球をネット手前で撮ったフェイクをした相手野手の表情に、ファンは、ラミちゃん W、チェ、みたいな、とコメントしています。ガーディアンズ8対6エンゼルス。しっかりと補給アピールをしたにもかかわらず、審判はちゃんと見ていました。エンゼルス対ガーディアンズの試合で、大谷翔平投手が3番 DH で先発しました。走者が1塁にいる1アウトの場面で、3、0とエンゼルスがリードしていました。大谷は3回目の打席に入りました。 フルカウントからガーディアンズ先発クワントリルの外角に落ちる変化球にしっかりと反応しましたが、打球は三塁手ラミレスの頭上にふらふらと上がりました。うまく補給したものの、ボールがネットに当たっていたため、審判はファールと判定しました。しかし、ラミレスは当たってないよとスーンとした表情でアピールしました。それでも判定は覆らず、ラミレスは渋い表情で定位置に戻りました。このリアクションに視聴者からはネットに当たったんじゃないか、 なんてごまかしやがったんだ。チェ、みたいな、ワロタ W、ラミちゃん W と多くの声が寄せられました。ABEMA で解説を務めていた西岡剛志氏は、あはは、ちょっと可愛らしいですよね、とコメントしました。相手野手がなんとかアウトにしたいというプレーに対して、彼はその感想を述べていました。なお、この打席では大谷は死球で出塁しましたが、後続が倒れたため生還することはできず、イニング交代となりました。